水蘇神社は、島根県沖郡沖野島町港町天神原にある神社。式内社で、旧社格は豪社。祭神は次の二柱。当社は、演劇式神明町に見える水蘇神社に否定されるが、この否定は、幕末の沖古紀州以後のことで、中世、近世期の資料には、天馬天神を祀る社として記載される。これは、ある時に、水蘇神社に、 天馬天神が誕生され、その天馬天神に対する信仰が高まった結果、元の水素神社より知名度を得たためと解されている。愛、殿上の菅原道真は、その天馬天神にあたり、現在の水素神社自体も、天神さんと通称されている。なお、沖野島町八端への起源にも、同名の水素神社があるが、伝承では、 当社の神が流れて天神原の水素神社になったとも言う。創建は不詳。社殿後輩の裏山は古墳であるとも伝える。延長5年成立の演儀式神明帳では、大国周吉地に水素神社の記載があり、当社はこれに否定される。陰州神明帳にも十四位水素明神の記載が見えるが、中世紀の変遷は不詳。天文二十二年の胸札では、 天馬大自在天神とあるほか、昇法三年、漢文十年の胸札でも天馬天神を祀る者として記載されている。また、漢文七年の飲酒主張号機や状況五年の飲酒記にも天馬宮として記載が見える。その後、幕末の沖古記集に豪祖神社と記載があるのを所見として、以後は演起式新明庁の水祖神社に否定されるべき旨が処分権に、 記されている。明治維新後、社号を水素神社と定めるとともに、明治5年に近代社格制度において後者に列した。ありがとうございます。